小中学生のみんな、ゲームは好きかな？今回は小中学生のために最高に面白くて、しかも勉強になるという夢のようなゲームを紹介しちゃうよ。もしこの動画をご覧になっている保護者の方がいらっしゃったら、今から紹介するゲームはただの時間の浪費ではなくて勉強の役に立ちますし、というかもはや勉強そのものです。ゲームはダメだなんて一括りにして否定しないであげてほしいです。だって例えば読書といったって、深い教養が得られる書籍からほとんど何の学びにもつながらない娯楽のための本までいろいろあるじゃないですか。ゲームも同じです。中には奥深い学びにつながるゲームもあるんですよ。ということで、学生時代はドラゴンクエスト、ファイナルファンタジー、女神転生シリーズに熱中して50歳近くになった今でもゲーム大好き受験指導専門家が、小中学生に向けて面白くて勉強にもなるおすすめ王道ゲームトップ5を紹介していくよ。では早速、面白くて勉強にもなるおすすめ王道ゲームトップ5、第5位はみんな大好きポケットモンスター、通称ポケモン。いや、ポケモンは知ってるからって思ったよね。でもそんなポケモンが実は勉強に深く関わってるということは意外と知られてない。ポケモンってただピカチュウで敵と戦うゲームじゃないからね。小学校、中学校、高校で何をどう教えるかを決める指導要領というものがあるんだけど、現在の小中高の指導要領のトレンドは探究ってやつなのね。探究ってこうしたらこうなるんじゃないかなって自分で考えて、自分で調べて、また考えて、そして行動に移す。その結果からまた新たに、じゃあこうしたらこうなるかもって考えて、調べて、また考えて、行動に移すことなんだよね。小中高の学校現場ではどの授業もこの探究っていう考えが取り入れられていて、実は入試問題にも取り入れられてるんだよね。その探究がどうポケモンと関係があるのかというと、関係あるどころかポケモンが探究そのものなのね。ポケモンを知らない人のためにちょっとだけポケモンのことを説明すると、ポケモンは敵として出てきた相手のポケモンを仲間のポケモンで迎え撃つんだけど、どのポケモンを出して戦わせるかによって有利不利が大きく左右するの。ポケモンは18種類のタイプに分かれていて、例えば炎タイプは鋼タイプや草タイプに強いし、草タイプは水タイプに強い、水タイプは炎タイプや岩タイプ、地面タイプに強い。こんな風にタイプによる相性があるんだよね。でも初めて見るポケモンって何タイプのポケモンか分かんないわけだから、見た目から何タイプか想像する。飛んでるから飛行タイプかな、じゃあ手持ちのこの格闘タイプじゃダメだ、飛んでる相手にパンチもキックも届かないもんね、じゃあ電気タイプか氷タイプいないかなとかね。でももし相手のポケモンのタイプの予想が外れていたら、ボス戦とか相手のポケモンが強い時はピンチになる。お前見た目からしてドラゴンタイプなのに岩氷タイプなのってなるからね。だから調べる。ポケモン図鑑やネットを使って調べる。幼稚園生や小学校低学年だと自分で調べられないから親に調べてもらう。そう、この分からないことがあってそれを調べるという行為はすごく大事なことで、調べることが習慣になるとその調べる姿勢が勉強にも生きていくんだよね。いや、分からないことがあったら調べるという姿勢は勉強だけじゃなくて人生で一番必要なことだと思う。ポケモンで身につくのは調べる習慣だけじゃないよ。ポケモンは技ごとに80とか100とか威力が数値化されてるから、数量の感覚をつかめるようになる。算数の基礎だね。そしてポケモンは算数の基礎どころか受験勉強ぐらいの奥深さがある。ポケモンって育てたポケモンを使って人間同士で戦えるのね。ポケモンワールドチャンピオンシップスという世界大会まである。ポケモンは幼稚園生でも遊べるんだけど、本気でやりだすとめちゃくちゃ細かい数値計算、シミュレートを繰り返して無限に試せることがあるの。いくらでも深いポケモン沼にはまれる。ちなみにポケモンって何種類くらいいるか知ってる？なんとざっくり1000種類。その中で一番好きなポケモンは何って？と聞かれたら、それは、そうなんす！でもこいつこんなに可愛いのに、なんか今一つ人気がないみたいなんだよね。なんで？面白くて勉強にもなるおすすめ王道ゲームトップ5、第4位はテレテテテテテテの動物の森。いや、もうみんなやってるよね。やってなくてもみんな知ってる。だって動物の森って日本で最も売れてるゲームだからね。そんな動物の森がなんで勉強にもなるのかって、まずは何と言っても捕まえられる虫や魚の種類の多さとリアルさ。虫、魚は80種類、化石は73種類。
動物の森のゲームをやらずに攻略本の虫や魚を眺めているだけでも面白いし、なんと講談社からは島の生き物図鑑っていう名前で図鑑まで出てる。動物の森で今まで知らなかった虫や魚とか恐竜とか覚えた人相当いるんじゃない？で、そんな虫のヘラクレスオオカブトとかゴライアスオオスのハナムクドリとか魚のリュウグウノツカイとかナポレオンフィッシュとか化石のパラサウロルフスの頭とかリプロドクスの尻尾の先とかケツアルカトルスの左翼とかゲットしたら博物館に持っていくのね。そうするとその博物館に持っていった生き物や化石が展示されていくの。この展示がすんごい。動物の森の博物館って上野にある国立科学博物館の職員がびっくりするレベルのリアルと、というか国立科学博物館をモデルにしてる。だからゲーム内の博物館を見て回るだけで国立科学博物館、通称科博に行った気分になれる。でも動物の森の凄さは生き物の種類とリアルさだけじゃない。算数や経済の勉強にもなるんだよね。どの道具を作るにはどの材料がどれくらい必要かという計算をすることになるし、ゲームに出てくる株は毎日値段が変わるアイテムで、安く買って高く売ればゲーム内で流通する通貨ベルを増やせるし、買った値段より低い値段の時に売ったらベルを損しちゃう。そう、動物の森の株は現実世界の株式とそっくりなんだよね。まさに経済の勉強そのものだな。もそうなんだな。も面白くて勉強にもなるおすすめゲームトップ5、第3位は、初めてプログラミング、ナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング。このゲームは知らない人もいるんじゃない？初めてゲームプログラミングはその名前の通り、プログラミングを全くやったことがない人でもプログラミングをしてゲーム内でゲームを作れる。だいたい幼稚園年長くらいから取り組めるプログラミングのゲームなんだよね。プログラミングっていうとパソコンの黒い画面に細かいアルファベットと数字を組み合わせたような字をタタタタタタって入力するイメージを持っている人いるかもしれないけど、小学校で教わるプログラミングはビジュアルプログラミングって言って、この初めてゲームプログラミングもそうなんだけど、文字を打ち込むんじゃなくてイラストやアイコンを動かしたり組み合わせたりしてアニメーションを作ったり色を変えたり音が出るようにしたりする。コンピューターを動かすための言葉、プログラミング言語を全く知らなくてもプログラミングを通じて得られる力が身についていくんだよね。プログラミングを通じて得られる力っていうのは、例えば全体を掴んでから細かいところを考えていく力、一見バラバラに見えることから同じ部分を見つけて整理する力、失敗を繰り返しながらいろいろ試していく力、実現したいことのために諦めないで粘り強くやりきる力とかだね。受験勉強だけでなく将来仕事をするにも生きていく上でも必要な力だ。プログラミングがどういうことか分かってくると入試でも有利で、2025年から大学入学共通テストで情報という科目が導入される予定になっているんだけど、プログラミングのスキルを身につけておけば対応可能ということが分かっている。そしてすでに中学受験ではプログラミングを受験に取り入れている学校があるのは知ってるよね。例えば私立中学の駒込中、大妻嵐山中、相模女子大中学部、聖徳学園中、八王子実践中などの学校はプログラミング入試がある。プログラミングスキル身につけたくなってきた？初めてゲームプログラミングは日本の誇る任天堂のソフトだから、一定の品質は保証されているという安心感がある上に、値段も一般的なゲームの約半額。任天堂スイッチを持っていたらもう買わない理由がないよね。では次、面白くて勉強にもなるおすすめ王道ゲームトップ5、第2位は、シリーズ1作目が発売されてから34年、シリーズ全てを合計すると日本人口の約10分の1に当たる累計1200万本売れている桃太郎電鉄、通称桃鉄。もともと桃太郎伝説っていう人気のゲームソフトがあったんだけど、その桃太郎伝説をふざけて桃太郎電鉄っていう名前にして日本全国を回るスゴロクゲームにしたところ、桃太郎伝説以上の大大大大大大大人気ゲームになったんだよね。もうね、日本の小中学生は地理を勉強するよりも先に全員桃鉄やってほしい。桃鉄やってるうちに自然と日本各地の地名とそこの特産品が頭に入る。また時々クイズのミニイベントなんかも発生して、例えば日本三大鍾乳洞の一つ龍河洞があるのは何県でしょうか。1秋田県、2広島県、3高知県、4佐賀県、なんていう問題が出されるんだけど、中学受験を目指す小5、6年生ならわかるよね。正解は4高知県。もうほとんど中学受験の入試レベルの問題。
龍河洞って昨日行ってきたんだけど、もうねこんな感じで想像していたより100倍以上の規模で自然の凄さを体感したよね。やっぱりね、現地に行って体験するのが一番頭に入る勉強なんだけど、なかなか難しいと思う。そこで桃鉄、全国を回ってゲーム内で体験できる。しかも桃鉄って日本各地を回って特産品を扱う商店や工場、畑なんかの物件を購入するんだけど、物件ごとに購入するための額と年間の収益割合が決まってるから、足し算掛け算割合の勉強にもなる。ただしなんだけど、この桃鉄いいことばかりじゃない。まず桃鉄は2人から4人の対戦形式なのね。自分一人とコンピューターが操作する3人とかの対戦とかでも十分楽しめるんだけど、盛り上がるのはやっぱり人間同士で、友達とか家族 3,4 人が集まってゲームを始めると、まず間違いなく喧嘩になる。基本的に足の引っ張り合いゲームだからね。しかもぶっちぎりトップの人が情け容赦なく最下位に突き落とされるイベントが急に発生することもあるんだよね。小学生低学年だったらもう確実に泣くでしょうという仕打ちがあるから要注意。でも負ける経験って勝つこと以上に大事なんだよね。次はどうやったら負けないようにするか考えるからね。それが探究。でもさすがにゲーム終了間際にマイナスの赤い駅に止まったら、マイナスの額10倍くらって、余裕の1位だったのがせっかく買い集めた物件を全て売り払う羽目になった上に借金背負って最下位に転落というイベントは、制作者の方あんまりじゃないですかね。もうショックで泣いちゃうって。はい、ということで、さていよいよ面白くて勉強にもなるおすすめゲームトップ5第1位の発表だよ。面白くて勉強にもなるおすすめ王道ゲームトップ5第1位は、うわ、クリーチャー出てきた。自爆される。自爆はまずい。逃げる逃げる。うわ、はいはい、面白くて勉強にもなるおすすめ王道ゲームトップ5第1位は、ユニクロでこんなコラボ T シャツが売られているくらい超有名、地球上で最も売れているゲーム、マインクラフト、通称マイクラ。今から10年前くらいから流行し始めて、今やプログラミング教室だけじゃなくて一部の学校でも使われているという、もはやゲームとしてではなく教材になっている。教材どころか聖徳学園ではマインクラフト入試って言って入試科目にもなってるから。そんな有名なマイクラなんだけど、じゃあどんなゲームなのかというと、意外と知らない人が多い。マイクラを一言で言い表すと、デジタル版ブロック遊び。こんな感じの立方体、四角い箱型のブロックを組み合わせて地形を作ったり、家を作ったり、水族館を作ったり、メリーゴーランドを作ったり、動物を飼育したり、作物を育てたり、採掘をしたり、海底神殿を探検したり、ドラゴンと戦ったりと、考えつくことのほとんど全て工夫次第で何でも作れちゃうし、できちゃう。マイクラ内でスーパーマリオのゲームを作ったり、鬼滅の刃の世界で鬼殺隊として鬼たちと戦ったりすることもできるし、現実世界としか思えないリアルな世界を作る人もいる。何でもできる自由度マックスのゲーム、それがマイクラなんだよね。しかも動物の森的要素をさらに本格的にしたような奥深さがあって、実際の世界の自然の原理と同じような現象があるんだよね。例えば黒曜石が欲しいからマグマに水が流れ込むようにすると黒曜石が現れるんだけど、黒曜石って硬いから普通のツルハシだと採掘できないから、ツルハシを強化する必要があって、ツルハシを強化するためにはって、もうドクターストーンの旋空さん並みに頭を使って考える必要がある。水は水素ブロック2つと酸素ブロック1つで作るんだけど、それって中学の理科で学ぶ H2O そのものだからね。中学校の理科の授業で H2O を習うと、あ、これマイクラで作ったやつじゃんってなるわけだ。しかもマイクラは遊んでるとやりたいことがどんどん出てくるから飽きづらいんだよね。例えばここに噴水作りたいなとか、ロケット発射装置作りたいなとか、火の玉を発射しながら歩くロボット作りたいなとかね。そういうやりたいことができた時に、じゃあどうやってそれを作れるか作り方を調べて試すのね。先に方法を学んでからその学んだことを実践するのがこれまでの学校や塾での勉強だったんだけど、マイクラとか本格的なプログラミングはその反対で、とりあえずやってみる。で、行き詰まったりやりたいことができた時にそれを実現するためにはどうすればいいかを学ぶの。やりたいこと、目的がはっきりしてからそれを実現するために手段を学ぶ方がやる気が出るからね。それがマイクラであり、プログラミングだ。マイクラはいろんなゲーム機で遊べるけど、おすすめは任天堂スイッチが一番遊びやすいと思う。値段も一般的なゲームソフトの約半額で買いやすい。参考書じゃなかった、攻略本も充実しているし、 YouTube ゲーム実況動画もめっちゃあるから、本を読んだり動画を見たりすると語彙力、言葉の知識も増えるから国語の勉強にもなるよね。ということで、小中学生向け面白くて勉強にもなるおすすめ王道ゲームトップ5を紹介したよ。
面白くて勉強にもなるおすすめボードゲームトップ5。5位はみんな大好きポケットモンスター、通称ポケモン。4位は日本一売れてるゲーム動物の森。3位は初めてプログラミング、ナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミング。2位はシリーズ累計1200万本売れている桃太郎電鉄、通称桃鉄。1位は地球上で最も売れているゲームマインクラフト、通称マイクラ。どうだった？君の好きなゲームはトップ5のランキングに入ってたかな？もしこのゲームも勉強になるよというゲームがあったら、ぜひこの動画のコメント欄で教えてね。では今後も勉強、進路、塾活用などにおけるヒントを配信していくので、最新の配信を見逃したくない人はぜひチャンネル登録をしてね。ではまた次の動画で会おう。